ルフィ、ゾロ、ナミの3人は航海の準備を整えるためとその村で勇敢なる海の戦士を目指すウソップと、次にルフィたちが訪れたのは海上レストラン。バラッゼフはかつてコックにして海賊船の船長を務め、そこで副料理長を務めるサンジもまた、そんなサンジを気に入ったルフィは雑用をしながら仲間になるよう誘い続けるが、子供の頃ゼフに命を救われたことのあるサンジはその代恩に報いるため、そんな折レストランに一人の海賊が現れた。イーストブルー最強の海賊。世話になったようだな。礼はたっぷりフルコースでさせてもらうぜ。鬼切り、
味わってみるか。そういうのでも。アクソ禁止。ブートンショット。暇つぶしにちょうどいい。参戦させてもらうとしようか。禁止。参戦デッパーチ。射程範囲。さあ、どうする？参戦世界！その力、今一度見せてもらおうか。痛いものだ。やっちまかのめ。これが全力じゃねえんだろ。一人で突き上がるほどバカじゃねえ。ここは片付いたみてえな。ねえ、ラッソ禁止。お前らじゃ俺の相手は務まらん。とらせやるよ。すげーな。おくは敵には一切期待するな。僕は自分のことで精一杯だ。三点デグパー。三刀流王子。三点デグパー。無理。あんなのに俺が勝てるわけないだろう。こわー、誰か助けろー。悪いが助太刀を頼む。やってやるよ。俺様の出番か。よし頑張れ。では援護に回る。勝ちゃいいんだ。どんな汚い手を使ってもな。三十六歩の方緑一つ。俺様の出番か。おい、ここはもらっとくぞ。俺様の出番か。サボテン腰。わしのやつはいねえのか。ねえだぞ。もはや同じ人間とは思えねえよ。なあ、俺様の出番か。大変だな。
出番か。俺はまだまだ強くなれる。